もうね、普通にクルリンパをしてる方、このやり方はもうやめましょう。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回はたった1回クルリンパするだけでゴムも隠れてちょっとこなれ感が出るアレンジのご紹介です。普段ね、ポニーテールだったりとかクルリンパやられる方も結構多いかなと思います。お客様でもね、やっぱりバランスがうまくいかないのだったりとか、いつもワンパターンになって面白くないっていう方も結構いらっしゃるかなと。結構そういったご意見もいただくので、少しね、変わったこなれ感がある、ポニーテールをね、最近ちょっとご紹介しているので、今回はね、動画でもご紹介していきたいと思います。本当にね、やり方はすごくシンプルなので、普段のね、ヘアアレンジの中にちょっと、ワンポイント加えるだけでこんなにおしゃれに決まりますので、ぜひね、このアレンジ皆さん覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。じゃあまずブラシで溶かしていきます。こうヘアアレンジする前はこの引っかかりをしっかりと取ることが大事なので、しっかりと溶かしておいてください。次に後ろでまとめていきます。でまとめるときにできればね、ブラシで溶かしながらやると綺麗にまとまるので、でブラシで綺麗にまとめたら、だいたい耳の少し下に下がったところらへん、このあたりでゴムで結んでいきます。で普通のクルリンパだったらここをね、真ん中をこう空洞を開けてやっていくんですけど、今回の技はちょっとね、横このあたりを空洞を開けていきます。このゴムよりももう結構横ですね。こんな感じ、ここに空洞を開けてます。でちょっとでいいので、本当にだいたい厚さでいうとこのぐらいの厚さの毛束でを取って、でここにクルリンパをしていきます。この部分をクルリンパしていきます。こんな感じで、そのままギューッと絞っていくと、もうこれだけでちょっとしたゴム隠しになります。で、あとはね、こういった割れ目みたいな部分も出てくるので、少しその割れ目を隠すような感じでちょっとね、ぼかしてあげる。で、ゴムの部分もね、ちょっと下にずっとずらして、少しね、ルーズ感が出るような感じに変えていく。で、あとこの辺りの部分だったりとかが、もしかしたらね、ペタッとするボリュームが出ない方もいらっしゃるので、そういうところも少しだけなんですけど、高さを出すような感じで引き出してください。気にならない方はそのままでもいいんですけど、まあ、バランス的にここが絶壁でペタッとする方に関しては引き出してあげると、こんな感じで丸みが生まれてきます。最後ね、お好みで毛先の部分をコテで巻いていきます。ちょっとね、外羽だったりとか内巻きをランダムに巻いてあげると、ね、ふわふわした感じの印象で結構ね、こなれ感、おしゃれに見えます。で、巻くときは基本的に毛先をちょっとこう動きをつけるぐらいで大丈夫かなと思うので、あんまりね、根元まで巻くっていうよりも毛先を本当にワンカール入れていくようなイメージで巻いてください。これでバランスが整ったら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。
本当にね、真ん中にあるんじゃなくて少し際の部分でくるりんぱを一回するだけでこんなにねおしゃれに決まります。なので、まあ、いつもね、真ん中でくるりんぱをしたりとかしてこうバランスがうまくいかない方、ちょっと横でね、練習して何回かやるだけでもかなりね、綺麗に決まるかなと思いますので、ぜひ皆さんこのアレンジやってみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。